ももさん、あらままだ旅行中、まだ旅行中です、帰るのやめました。うん、あのピーチのね航空券ね、あのあれ何、あのキャンセルしたんですけどね、あのピーチポイント、ポイントですけどね、ポイントでね、もうほぼほとんど帰ってきました。1000円分ぐらいね、あれ取られたんですけど、基本的に帰ってきてね、だから良かったです。うん、まあ、つつさん、わざわざコロナ韓国に戻る必要はないです。まあまあ、ね、お金かかるんですけどね、九州でずっといるとね、そのホテル泊まらなきゃいけないしね、その電車乗るのはね、長距離の電車の移動はただ ただですけど、あのあれ青春ジャスキップあるからね、うん、ただっていうか、まあ、もちろんお金払ってるわけですけど、うん、そうそう、ミミさん、ドスコイさん、こんにちは、こんにちは。うん、あのね、宮崎のね、駅前のね、チケットショップでね、あの18切符をね、ちょっとあのいくらぐらいになるかなと思って行ってみたんですよ。行ってみたらね、うーん、でも残り期間が短いですからねって言って、2000円ですって言われてね、あー2000円かーって言ってね、うん、それでなんかそれは結構ね、なんか決め手になりました。もうやっぱりもう帰るのやめようかみたいな、うん、って言ってね、だから6000円で買ったものが2000円でしか売れないわけじゃないですか。あれ僕ね、青春18切符の2回残りを、6000円で買ってるんですけどね、ね、でそれを2000円で売ったら4000円損でしょ、ね、ああ4000円損かってね思って旅行をさらに続けようとしてるわけです。あ、続けてるわけですけどね、さらに続ける方がお金かかるんですけどねそれさらにホテル予約したりとかしたらさらに4000円以上かかるんですけどね。ん、松本さん、2枚で2000円ですか。そうそうそう、2回残りで2000円で買い取り、うん、で宮崎の駅前で言われましたよ。うん、まあね、あんまり宮崎でね、あそこ電車不便だからな。うん、ふかちゃんめいさん、電車、先週18切符だと宮崎脱出大変じゃないですか。県境来るの大変ですし、そう、そう、よく知ってますね。そう、だから僕は悩んでたんですよ。ね、先週18切符でね、あの、すごくどこにでも行きやすい街だったら、多分ね、悩まずそのどっか行ったと思うんですよね。なんですけど、宮崎はね、あの、宮崎から他の県にね、電車で行くのがね、もうかなり困難、まあ行けるんですけど、特急とか使ってはいけないんですけどね、18切符って結構困難なんですよ。うん、大分方面はね、大分駅まで行くのはね、1日2本しか電車ないんですよね。しかもあの始発と終電しかないんですよ、2本ね。で、あ、そうそうそう、松本さん、そうそうそう、確か宮崎だと18切符を買う需要が少ないか安いのもあるかもしれないですね。それは思いました。うん、それは僕がよく知ってましたから、よく調べた上で言ってますからね。そう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 、だから悩んでたわけですからね。うん、あの、そう、鹿児島方面も行けるんですけど、まあ行くとしたら鹿児島ですよね。うん、あの宮崎からね、一日で行くとしたらね。で、熊本はなんかね、ぐる、あの、うん、大分経由してね、だいぶ遠いしね。うん、そうそうそう、泉さん、鉄道で宮崎大変ですよね。うん、本当にそうです、大変です。時々なんか景色見えてますけど、まあまあまあいいわ。誰も来ないって、来ても まともな人でしょ。大丈夫。熊本に悪い人はおらんばい。またね、衛星九州弁が出ましたけどね。九州弁ってあれですけど。ゆでつさん、宮崎は不便。車じゃないと時間かかる。うん。でもその代わりね、宮崎はね、そのなんかこう独特な雰囲気というかね、で、あの南国情緒ね、があってね。いいところでしたよ、本当に。あ、でしたってことも宮崎じゃないっていうのも確定ですけどね。まあ、宮崎ではありません。うん。宮崎、本当にもう行きたいわ。ゆでつさん、熊本、え？熊本かな？あ、熊本言っちゃった、言っちゃったわ。もう。バカー、あー熊本に悪いやつはおらんばいとか言っちゃった、あー熊言っちゃった、はい、熊本ばい、自爆しただろ、あー自爆なんで言っちゃ、なんでドスコイは言っちゃうの、あー、まあ、マークさん言ってたよ、自然に、あーちょっとドスコイなんなの、ね、まあ、熊本どっかわかりませんからね。でも熊本でね、こんな公園ってね、まあ、どう見ても公園でしょ、こういうとこってもうね、そんな数えきれ、そんなあんまないですからね。あ、じゃあ、まあ、分かっても言わないでくださいね、一応ね。でも、まあ、さっきも言った通り、熊本に悪いやつはおらんばい。